えー、北浜オンラインセミナー。えっ、ー、と、今日は6月の27日、えー、第211回ということになります。えー、岩井コスモ証券投資調査部の有沢です。よろしくお願いします。<laughs> えっと、今日はですね、えー、iPhone に生成 AI、Apple 関連に注目ということで、えー、ちょっと Apple 関連名柄紹介したいなと思っています。で、えー、まずそのアメリカの Apple ですけども、 これ、アップルの今年の冷やしチャートです。えー、っとね、この6月に入って、6月10日に、アップル恒例の世界開発者会議っていうのがあったんですけども、そこで、まあ、最新のアップル製品についての考え方みたいなものが発表されて、それを交換して、どんどーんと株価が上がりましたね。ちょっとその場調整気味ですけども、さて、 この株価を大きく持ち上げた材料というのがこちらです。えー、まあ、生成 AI の活用に本腰を入れ出したということなんですね。まあ、この生成 AI のに関しては、アップルはちょっと出遅れてるなんて言われてたんですよね。えー、例えば、スマホで言うと、サムスンのギャラクシー、それから Google ググのピクセル、まあ、そういったあたりはもうお AI 搭載のスマホ。 ということで、えー、ガンガン売り出してるわけですけども、iPhone に関してはちょっとその辺が遅れてるんじゃないかっていうことを言われてたんで、えー、それを一気に挽回するような、えー、コメントを出てきましたね。えー、最新モデルに生成 AI のシステム、Apple Intelligence を導入すると。まあ、AI が複数のアプリと連携して、えー、いろいろ便利なことをしてくれるっていうような仕組みです。 例えば、メールの内容を要約して重要な順番で表示するとか、返信の文案を作成するとか、えー、保存された家族や友人の写真から画像や絵文字を生成するとか、まあ、こういった機能を持ってますよ。えー、これね、まあ、当初は英語版のみの対応だっていうことに今のところはなってるみたいです。えー、ですから、まあ、あの、<laughs> おそらく、この9月に、9月の半ばあたりに発売されるであろう、iPhone の16ですね、16には、こういった機能が乗ってくるぞっていうことですね。さらに、まあ、あの、iPhone には、シリっていうサービスがありましたよね。これ AI サービスなんですけども、これを大幅に進化させると。AI を統制した、搭載した音声アシスタント機能、 Siri を大幅に進化させて、より自然な会話が可能になるとか、あるいはさまざまな計画なども作成できるよっていうことで、えー、実際に、あのー、Apple の CEO はあ、この講演の中で、やりとり、Siri、えー、を使ってやりとりしてましたね。そして、さらにです。OpenAI と提携して、ChatGPT、これが iPhone 上で利用可能になると。 いうようなことも言ってます。えー、iPhone で、えー、Chat GPT 使えるようになるんですね。まあ、あのー、生成 AI が iPhone 上で使えると。まあ、まだ、こう、具体的に、えー、こ、こんなことは便利そうだなとか、こんなことできてすごいねっていうのはね、まだ具体的にはこう、なかなか見えてこないんですけども、おそらく、えー、その iPhone 16が発売されるであろう9月の半ばまでに、 これから夏場、7月、8月あたりね、えー、多分ね、またこの新しい iPhone に関する話題、結構盛り上がる場面があるんじゃないかな、なんて思ってます。そして、えー、じゃあその iPhone の話題が盛り上がったら日本株どうなるのっていうと、えー、iPhone への部品供給、まあ、これが推測されている主な電子部品メーカーっていうのをここに並べてみました。 まあこういった日本の企業がですね、アップ、iPhone、Apple に部品を供給してるわけですよね。えー、今度の iPhone、これはめっちゃ人気になるぞとか、バカ嬉しそうだぞとか、それからまあ巷での話題が盛り上がるほど、こういった部品メーカーの株価も刺激されるということが考えられるんじゃないでしょうか。それとですね、ちょっと話題変わるんですけども、 まあ、あのー、昨夜も臨時ニュースで流れてましたけどね。ドル円相場。また円安進んでるんですね。で、えー、37年ぶりの水準とか言ってますけども、えー、昨夜アメリカの市場では160円80銭台まで、えー、円安が進んだということで、えー、っと、まあ、4月にはね、160円台を突破したということで当局の介入が入って、 一旦円高方向にちょっと押し戻されたんですけど、またじわじわ円安になって、ええ、まあ、あの、年初来の、まあ、円の安値更新ということですよね。そしてまだ、ええ、どうもこの円安圧力が強いということなんで、まあ、あの、今日の日本の株式市場を見てるとね、ええ、この円安に関しては悪い方向に捉えてます。ええ、日経平均も大きく下がっています。 やっぱりね、えー、日本の経済、特に消費、これ円安が進むっていうことは輸入物価を引き上げますから、まあ、それがね、消費者の心理を冷やすんじゃないかと。まあ、今年の10月もすでにね、かなり多くの品物で値上げが予定されてるんですけども、まあこっからさらに円安進むようなことであれば、 また、その、値上げする品目が増えてきて、えちょっとこれは消費者の心理をかなり悪くするぞと。そうするとですね、え物価と賃金の好循環、実質賃金がプラスに転換して、え賃金の上昇、そして物価の上昇、これが好循環を生んで、デフレ脱却がより明確になるっていうシナリオ、 ちょっと崩れかねないですよね。まあ、あの、この先もドル円相場の推移っていうのは注意して見ていかなければならないんですけども、まあ、ただ一つ言えることは、先ほど紹介した電子部品セクター、ね、こういったあ企業の中には、やっぱりね、円安がメリットになる企業多いんですよ。そして、 まあ、輸出企業にとってはね、円安がどこまで進んでももうやっぱりメリットだっていうふうに考えてもいいと思います。まあ、今やちょっと、今のところですね、株式市場にとっては悪材料になっている円安ですけども、それがえプラスに作用する企業があると。そしてそれは先ほどちょっと紹介した、アップル関連。iPhone に部品を供給しているような電子部品メーカーっていうのはまさにそうだということなんですね。 えー、こちら見てください。まあ先ほど紹介した企業、ずらっと並べてみましたけどもね、いずれも円安がメリットになる企業です。で、これ6つ紹介してるんですけども、えー、6つの企業のうち、今年の業績計画の前提としている為替相場、140円、145円で綺麗に3つずつに分かれてますね。 まあね、140円であろうが、145円であろうが、いずれにしても、今の、えー、実勢と比べれば、かなり円高方向に前提を設定してますんでね。まあ、今の状況から考えると、思ったよりも円安になったんで、業績が上振れました。こうなる可能性大きいんじゃないですか。そして、えー、まあ、いずれですね、 まあ第一四半期の決算発表の時なのか。まあやっぱり一番多いのは第二四半期。中間決算の発表あたりが一番多くなるかなとは思うんですけども。ちょっと思ったより円安で推移してるので、え為、ー、替相場の前提を変えます。そしてそれに伴って業績見通しを情報修正しますっていう発表が、相次いで出てくるんじゃないかなと思います。もちろんここに挙げた6つの企業だけじゃないですよ。他の輸出企業もそうですけどもね。 そして、えー、まあちょっと、例えば、えー、村田製作所で言うとですね、えー、1円の円安で45億円営業利益が増える。そしてこの45億円営業利益が増えるっていうことは、1.5%会社の計画に、えー、計画よりも上振れるっていうことになります。つまり、 村田製作所の場合は、1円の円安で、会社計画の営業利益を1.5%上振れる。1.5%って言うとそう大きくないように聞こえるかもしれませんけども、ただね、今例えば、村田製作所のこの為替相場の前提145円なんですよ。今、160円でしょう。15円ほど円安ですよね。 まあ仮にこれ155円だったとしたら10円想定よりも円安ということになります。10円円安だと村田製作所の営業利益はそれだけで15%上振れるということになります。えー、まあ同様にね、アルプスアルパインは1円の円安で5.2%太陽有電は4.5%日東電工は2.1% ま、そこそこ大きな割合で、1円の円安で営業利益が上振れるということになります。ソニーはね、1円の円安で営業利益が50億円増えるんですけども、ただ、ソニー、えーっと、やっぱりね、業績の数字自体が大きいですから、1円の円安がソニーの営業利益に与える、え影響。これは、 対計画費っていうことで言うと0.4%にとどまります。えー、まあだから、金額的には大きいけども、計画に対する比率で言うと、ソニーの場合はちょっと小さくなります。ただね、これもね、0.4%とは言っても、まあこれ10円円安だったら4%ということになりますからね。この辺あんまりね、無視できない数字かなと思ってます。そして、 まあ具体的に、え柄紹介しましょう。まずソニーです。ソニーグループですね。えー、っと、まあこの会社ね、ゲームとか音楽配信、どっちかっていうとソフト分野ですね。こちらの方、好調です。そして、えこの会社が、iPhone にも供給してるって言われてるイメージセンサー。画像処理半導体って言いますけどもね。半導体の一種です。えこの会社も、あの、半導体銀座って言われる熊本に、 工場を作ってますよねで、えー、このイメージセンサーは、ぶどまりが改善で、えー、利益率が向上しているということですね、えー。せっかく利益率が向上したイメージセンサーですからね。これが、えーまあ、iPhone 向けにバンバン出ると、えー、ソリの業績にもプラスになるでしょう。で、この会社は、まあこれ注目したいですね。今の流行り <coughs> と言ってはなんですけども、増配。85円から100円に増配。 自社株買い2500億円。そしてえ、9月末に株式分割1対5。増配、自社株買い、株式分割。えー、株主還元3点セット。みたいな感じでね。これ株価を刺激するケース多いですよね。えー、株式分割が9月末っていうことですから、まあ、その辺ターゲットにして株価が上昇していく可能性っていうのは結構あるんじゃないでしょうか。えっと、 まあ、あの、この会社が供給しているイメージセンサー、画像処理半導体っていうのはね、えー、スマートフォンのカメラには絶対必要なんですよね。カメラの、まあ、目に相当する部品だというふうに考えてください。えー、カメラの機能が複雑になればなるほどこのイメージセンサーがたくさんいるなんて言われてますし、えー、昔はね、カメラのレンズって1個だけでしたけど、今のスマホって2つ、3つ、 4つレンズがついてたりするんで、イメージセンサーの数も結構たくさんいるということで、結構これからものみが期待できそうです。さあ、そしてこちらは TDK です。えー、こちらはね、電池を供給してます。で、えーまあ、この会社ね、あの、HDD、ハードディスクドライブ関連、これも結構売り上げ多いんですけども、 えちょっとね、前期はこの需要が低迷したということで、業績の足を引っ張ったんですけども、どうやらえその需要が底打ちから反転しているということで、ちょっとね、会社側の計画はその反転に関してすごく慎重に見ているということで、アナリストたちの予想は会社の予想よりもかなり強気になっています。だから上振れの可能性大きいと思いますよ、業績は。で、 え、まあ、27年3月期に売上高2.5兆円、それから営業利益率11%を目指すというちょっと前向きな中期計画も出しています。足元ね、結構株価上がってますけど、まあこの辺、おしめを狙いましょうよ。え、チャートもゴールデンクロスの形が出ましたね。さあそしてこちらは太陽誘電です。 えー、これはね、えっと、セラミックコンデンサ、積層セラミックコンデンサで、えっと、世界で言うと3番手グループになるんですけども、えっと、まあ、ここも、コンデンサ、iPhone に供給してるんじゃないかって言われています。で、この株価を見るとですね、アップル株の上昇に、えー、方を合わせて、急上昇してますね。 そしてこの会社はそのスマホ向けのコンデンサだけじゃなくって、え車載用、自動車用の温度保証型コンデンサ、この各班に今注力しているということで、自動車用のコンデンサっていうのはね、これからますます需要が大きくなってくるんじゃないかって言われています。というのは、自動車の電装化。コンデンサっていうのはそもそも電子回路には必ず必要な部品なんですよ。そしてね、今時の自動車って、 どん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 電子化してるじゃないですか。だから回路の数がどんどん増えてる。さらに電気自動車ってなことになると、えー、もっとコンデンサー必要になってくるっていうことでね。えー、かなり自動車向けのコンデンサーっていうのもかなり有望な分野です。さあ、そして次はこちらです。<laughs> えー、こちらもね、えー、積層セラミックコンデンサー。これを iPhone に入れて、 供給してるんじゃないかって言われてます。えー、積層セラミックコンデンサーで言うと、ここは世界トップですね。えー、先ほど紹介した太陽油電は3番手グループ。村田はトップ、トップです。で、えー、っと、まあ、ここもね、ここはそのコンデンサーだけじゃなくって、えー、電波フィルターとか、まあ、他のモジュール、それから、えー、樹脂基板、 ま、複数の部品をアップルに、iPhone に供給してるみたいなんですね。だから、ま、ここはね、結構、その、iPhone の売上によって、えー、業績に与える影響というのは大きいように思います。で、ここもね、やっぱり、えー、コンデンサに関しては自動車向け、この辺結構力を入れてます。えー、先ほども言ったように自動車向けは安定的な成長が期待できるということなんですね。それと、 えー、この会社が得意にしているコンデンサーっていうのは、とにかく、小型。もうちっちゃいコンデンサー,、えー。砂時計の砂みたいなコンデンサー。そんな大きさのコンデンサー。これは得意なんですよ。超小型。そして、超小型で容量が大きいコンデンサー。えー、要するにコンデンサーのその性能ですね。品質と性能ではやっぱりここ、がぜ技術力を発揮します。えー、そして、パソコンにしろ それからスマホなんか特にそうですけども、えー、そういったところ AI を搭載したスマホとかパソコンというのは、より電子回路が複雑になってきますから、小型で容量の大きいコンデンサが必要になってくるということでね、そういう AI 搭載のパソコンやスマホっていうのが増えてきたら、この会社にとっては競争力を発揮するチャンスが増えるというふうに考えていいと思います。 え非常に楽しみですね。えー、っとね。まあ、この村田だけじゃないですけど、これまで紹介してきた銘柄全部そうですけど、電子部品の会社。あの、AI ブームの中で、日本の電子部品企業というのはね、ちょっとかやにそ、かやの外に置かれた感じだったんですけども、これから AI 搭載のスマホ、AI 搭載のパソコン、こういったものがバンバン出てくると、こういった日本のね、 え、電子部品の会社、強みを発揮するケースが出てくると思いますよ。さあ、そして、えー、こちら、日東電工ですね。えー、こちらもね、この会社もまあまあ、円安メリットも大きいですし、えー、それから、まあ、ここは、えー、スマホのディスプレイ向けの変更フィルムを供給してるんですけども、 え、まあ今期は2期ぶりの増益を見込むと,いうこと。そして、え、ちょっと心配なのはね、えー、顧客の自動車メーカー。まああの自動車メーカー向けも結構やってるんですけども、その辺がもうここのところ相次いで検査不正が出てきてるということで、まあその影響がね、あんまり長引くとちょっと困るんですけども、まあそんなにこう、えー、今のところインパクト小さいかなというふうに考えています。それからここの会社はヒューマンライフ事業っていうのもやってるんですけども、 まあちょっとヘルスケアに関わるような分野ですね。そこもやってるんですけど、ちょっと、あの、採算悪かったんですけども、その辺の損益も改善してきてるということで、えー、こっからね、またちょっと、こう、業績立て直しっていうかね、前期悪かったけども、今期は、えー、新たな成長への第一歩っていうことも考えられるんじゃないかなというふうに思います。はい。そして、えー、今まで紹介してきた 電子部品の会社とはちょっと違う切り口で、えぇ、ー、Apple、iPhone 関連ということで銘柄紹介したいと思います。えー、まず第一がこのエレコムっていう会社です。えー、っとね、皆さんも知らず知らずのうちにこのエレ,エレコムの製品使ってる可能性ありますよ。えー、っと、ここはね、パソコンの周辺機器が主力です。パソコンの周辺機器ですから、マウスだとかね、キーボードとか、 それから、あと、最近では、あの、スマホも合わせて、バッテリー、充電器、まあ、要するにスマホ、パソコンの周りでいろいろ、ね、あるもの、そういったものを扱ってる会社です。えっと、コロナ禍の最中には、この動画撮影用のカメラがバカ売れしたとかいうのがありましたね。 でね、えっと、足元でも、モバイルバッテリー。だから、あの、持ち歩きできる、うじゅ、えー、電池ですね。それと、あと、充電器。まあ、そういったものが好調なんですけども、この会社、中期的にはね、もうちょっと、あの、セキュリティとかネットワーク工事とかいう、まあ、えー、どっちかというと、事業者向けの事業。 この辺を育てていこうというふうに考えています。で、えー、iPhone で言うと、やっぱり、えー、一番は、あのー、スマホケースっていうんですか、スマホカバーっていうんですか、画面のカバーとかスマホケースとか。大体いい新しいスマホ買ったら、ケース、えー、それから表面に貼るシールとか、えー、そんなもの、一緒に買ったりしますよね。それと、ま、いろいろなんかね、最近はスマホにもさまざまなアクセサリー、 え、つける人多いですから、まあそういったものの売り上げが、まあ iPhone が爆発的に売れたりしたらそういったものもどっと売れるということで、えー、結構その辺はね、期待できるんじゃないかなと思っています。えー、っと、まあそれと、新しい機能のを備えた iPhone ということになりますから、またその新しい機能に対応してなんかね、 新しいアクセサリーなんかも出てくるかもしれないですよね。えー、まあ、ちょっとその辺、注目です。それから、見えがら最後になります。ソフトバンク。ソフトバンクグループじゃないですよ。ソフトバンク。携帯電話のソフトバンク。えー、もうこれ単純な話でね。<laughs> iPhone の売れ行きが良くなったら、えー、携帯電話、通信キャリアも儲かるんじゃないかっていう話です。えー、そもそも、 iPhone 買い替える人が増えたら、えー、こういったキャリアも利益が増えるし、それと新しい機能を備えてるっていうことでね、通信量、通信量あの通信の容量、量が増える可能性ありますよね。で、そのスマホの中に入ってる AI がすごい便利だとか、生成 AI が面白いとかいうことで、 いろんなサービスを使う時間が長くなってくると、これって結構、こういうキャリアにとってもメリットになる可能性あるんじゃないかなということで紹介しました。でね、この会社は一つの大きな魅力は配当利回りです。4.4%。魅力的ですよね。そしてここも、9月末に1対10の株式分割します。 今1938円の株価、これ十分割しますから、1株190円ちょっとということで、なんかまるで NTT みたいなね、かなりの少額でも投資ができるようになるっていうことで、株主数の拡大が期待できるかなと思います。まあちょっとね、ここはね、せっかく配当利回りいいですからね、配当をもらいながら長く持つっていうのも面白いんじゃないかなと思います。 で、えー、最後に格言です、えー。まあ今日紹介した話とは全く関係ないかもしれませんが、利食いに迷わば半分しまえと。えー、っとね、結構今、まあ今年なんかはね、まあまあ株価も上がりましたからね、自分の持ち株、結構値上がりしてる。ね。ああ、うまいこと値上がりしてくれたわ。 っていう人も多いんじゃないかなと思うんですけども、えー、ここでリグうべきかどうかと悩んでしまった時には、できるものなら半分はリグっておいた方がいいと。えー、なぜなら、迷いや後悔を引きずりながらあ玉を持っているのは得策とは言えないと。リグっておきたいという思いを尊重して、その気持ちにけじめをつけておくといいですよっていう話なんですよ。だからまあそれは持ち株にもよるんですけども、 半分リグっておくとね、あ、これはもう一旦リグったからっていうことで、ちょっとスッキリするんじゃないかっていう話です。で、スッキリすることが何が大事かっていうと、スッキリすると、えー、残りの、えー、玉、え持ち株に対しても、冷静な判断ができるんじゃないかっていうことなんですよ。あの時打っておいたらよかったなっていうね、まあそんな後悔引きずってると、ちょっと冷静な判断しにくくなるんでね。えー、まあちょっと、えっと、 利食グイに迷っているような方は、このことわざ参考にしてみてください。どうもありがとうございました。